高千穂町の中心部から車でおよそ30分の秋元地区にやってきました。今回はこの地域の活性化につなげたいという思いで誕生した人気の商品ご紹介します。あの方かな。こんにちは。こんにちは。今日ご案内くださる方ですか。はい、高千穂村旅という会社に勤めています、司令官の佐伯です。あ、司令官。はい。なんか厳しそうですね。ちょっと厳しいかもしれないです。そうなんですね。じゃあちょっと気を引き締めて今日は、はい、高千穂村旅ってなんか素敵な名前ですね。はい、あの高千穂の山の中の村を旅して楽しんで過ごしていただくためのものづくり、ことづくりをしている会社です。甘酒、どぶろく、あとお菓子の商品作りですとか、あとは民宿と、あとは農業もやってます。ここで高千穂村旅が作っている商品を見せてもらいました。米ぬかを使った焼き菓子ですね。とこちらがアルコールがあるどぶろくの商品。どぶろく、はい。で、あ、こちら千穂マロだ。千穂マロ作ってらっしゃる。あ、はい、千穂マロを作っている高千穂村旅です。もうこれは本当宮崎市内でもよく目にしますし、はい、もちろん私も飲んだことあります。これから始まったっていう感じですか。スタートは、うん、ドブロクから。最初はこっちだったんですね。はい、ドブロクはお米、米麹、水を発酵させてもろみをこさずに作るお酒で、豊作を祈願して神に捧げるおみきとしてこの地域で作られてきました。こちらが私どもの作っているどぶろくです。で、一番最初に作ったのがこちらの甘口の千穂参りです。初心者の方でもお楽しみいただけるようにアルコール度数も 8% に抑えたどぶろくになってます。神楽参りはアルコール度数15度の辛口、神室木参りはワイン酵母を使った中辛のタイプで、まろやかな味わいやキリッとした味わいのどぶろくを飲み比べできるんです。千穂参りを作った時に、あの社長である私の父から若い人の感覚で飲みやすいどぶろく作ってくれっていうので、私の趣味嗜好に合わせた味わいになってます。その地方参りをいただいてみると、おいしい。ありがとうございます。飲みすぎるやつ。お米の甘みがすごく引き立ってますね。どぶろくっていうと酒米を使う方が多いんですけれども、はい、食べてもおいしいうるち米を私たちは使ってます。つるつるつるっと入ってくるこの食感みたいなのも楽しいですね、はい。高千穂町の山あいで地域に特化した商品を作っている高千穂村旅、幅広い世代に飲んでもらおうと作ったのが、千穂マロで甘酒の商品になります。はい、はい、これ6種類もあったんですね。こちらの3種類が一番最初に出来上がった種類で、こちらの3種類は須野町産の果汁を使って後から追加されたメンバーです。なんと累計200万本を販売するほどの人気商品。誕生のきっかけはどぶろくを一緒に製造していた夫の勝彦さんなんです。実は一滴もお酒が飲めないのでノンアルコールの甘酒に目をつけたんですが、夫は甘酒も苦手で、もう大変。でもどうしても飲めるものが作りたいので、甘酒が苦手な方でも手に取っていただけるように一工夫したという。その千穂マロの味はというと、美味しい。爽やかなちょっとした酸味というか、はい、甘すぎないとこがいいですよね。そうですね、うん、その甘酒が苦手な夫が、うん、どうしても喉に残る甘みと、うん、あとあの粒々感が甘酒のいいところでもあるんですけれども、本人は苦手って言っておりまして、はい、さらっと飲みやすくしました。6種類の味がある千穂マロの中から佐伯さんがおすすめするのはトマト味。トマトが苦手な方でも美味しく飲める甘酒なんです。千穂マロの美味しさを知ったところで製造の様子を見せてもらうことに。はい、こちらにお願いします。はい、
先ほど充填という容器に詰める作業を行っています。すごく素早く簡単そうにやってるんですけれども、だいたい80から85度ぐらいのすごい熱い温度の液体が出てきているので、しっかり手袋をはめて火傷をしないように作業しています。ここでこう殺菌だとかそういうことがしっかりできていないと不具合が起きてしまったりなどあるので、ここが一番要の作業になります。ここでちほまろ特有のすっきりとした味わいの秘密を聞きました。一番の特徴は植物性の乳酸菌を入れて、こう酸味を持たせたお米のヨーグルトみたいな味わいにさせているところが特徴です。それぴったりの表現です。はい、確かに砂糖や保存料も使っていないので、美味しくて体も喜ぶ甘酒なんです。そんなちほまろは様々な料理にも使えるということで、夏にぴったりなレシピを教えてもらいます。さあ、というわけでちほまろを使ったアレンジメニュー2品ご準備いただきました。それぞれ教えてください。はい、まずこちらはヘベス味を使った冷製パスタです。はい、こちらがぶどうを使ったシャーベットになります。まずはじゃあ冷製パスタからいただきます。ちょっとこう酸味というかすっきりした味わいっていうのはヘベスの味わいになります。あ、そうなんだ。ちなみにどうやって作ったんですか？はい、これはですね、オリーブオイルと塩と、うん、あとヘベス、あとはすりおろしにんにくを少し混ぜてパスタと和えるだけで、だけだけです。じゃあこの甘みとか風味とかは、はい、このヘベスのちほまろだけ、はい、の味わいです。わー、すごい。そうなんだ。はい、お料理に使うとコクが出たりとか、うん、味がまとまったりとか。そうなんですね。はい、続いていただくのはシャーベット。これは凍らしてほぐして盛り付けただけもっと簡単なのが出てきた。はい、本当さっぱりですね。本当後口がすごい爽やかです。はい、ちなみにそのレシピ開発ってどなたがされてるんですか？私が。あ、すごい佐伯さんはちほまろの美味しさをもっと伝えたいと SNS を通して様々なアレンジレシピを紹介しているんです。これまでどれぐらい作ってきました？これまで、うん、多分100ぐらいあると思いますすごい優秀ですね。ちほまろ、あ、そう、ごめんなさい勘違い。いや、そんなことない。ちほまろも佐伯さんもありがとうございます。本当にこう地元のことを大好きで、かつこう新しいことに挑戦してるっていうのがすごくこう眩しく感じました。ありがとうございます。もうすごく山奥の場所にはあるんですけれども、これからも世界に向けて自分たちが作った商品が活躍する場を作っていけたらいいなと思ってます。